連邦直轄地とは国の行政区画の種類の一つで、その国の連邦政府により直接管理される。コロンビア特別区アメリカ合衆国連邦政府の首都機能はコロンビア特別区としても知られる連邦直轄地ワシントン DC にある。連邦政府はこの他に首都とは無関係のいくつかの連邦直轄地を持っている。アルゼンチン首都特別区以下の連邦区はスペイン語と ポルトガル語で D ストリートフェデラルと呼ばれる。マレーシアの連邦直轄領とは、連邦政府によって直接統治されるクアラルンプール、プトラジャヤ、そしてラブアン島の3つの領土を指す。アンダマン諸島インドの連邦直轄領とは、連邦政府によって直接統治されるデリー首都圏及びアンダマンニコバル諸島、チャンディガール、ダードラー及びナガルハベーリー、ダマンディウ、 ラクシャディープ諸島、ポンディシェリの7つの地方行政区画を指す。このほかジャンムーカシミール州が2019年10月31日付で連邦直轄領となる予定。ロシア連邦の連邦管区は、連邦全体と各行政区分との間の付加的な管理層として機能している。ただし首都を中心とした領土としての機能は持たない。ありがとうございます。